ごきげんよう、カラスマアリスです。今回はロリータやゴスロリのお洋服を数多く取り扱うセレクトショップ、ケラショップについてお話しいたします。そもそもケラというのは1998年創刊の青文字系ファッション雑誌です。青文字系というのはキャンキャンなどのコンサバティブ、つまり保守的なファッションの雑誌の文字が赤であることに対する言葉で、ちょっと尖ったジッパーなどのストリート系の雑誌を主に指して青文字系雑誌と言います。ケラはもともとケルアックという名前で、これは路上という小説の作者ジャック・ケルアックにちなんでいるものと思われます。その名の由来通り、原宿のストリートファッションを主に取り扱っており、ゴシック、ロリータ、パンクファッションなどをはじめ、フェアリー系やデコラなどの個性的な原宿ファッションも掲載されていました。この雑誌の読者モデルや元モデルで有名な人は、ケラのストリートスナップからデビューしたキャリーさんや春菜ルナさん、それからリリーちゃんこと故神田沙也加さん、あとは可愛い大使こと日本外務省発足のポップカルチャー発信誌の木村優さんや、同じく可愛い大使でロリータのカリスマ、日本ロリータ協会会長の青木美沙子さんなどが挙げられますね。この雑誌ケラは2017年6月号を最後に紙媒体での発行を終了し、ウェブ媒体に移行しております。この雑誌ケラと主にフランチャイズ契約のような形で各企業が契約をし成立しているのが、今回紹介するケラショップさんです。取扱いブランドは店舗によって異なりますが、雑誌でも大きく扱っているゴシック、ロリータ、パンク系のブランドが中心ですね。過去にはケラー公式ウェブ通販などもありましたが、現在は終了しております。続きまして店舗一覧です。北は北海道から南は福岡まで、厳密には経営している会社さんが異なっているのですが、ロリータファッションを取り扱うセレクトショップとして考えると国内最多なんじゃないでしょうか。取扱いブランドや所在地などの情報は動画の説明欄に記載しておきますので、ぜひ最寄りのショップをチェックしてみてくださいね。ケラショップ以外のセレクトショップさんについては昨日更新の動画で取り上げておりますので、合わせてご覧いただけると幸いです。また各ブランドさんについてもテイスト別にまとめてご紹介している動画があるので、興味がある方はぜひご覧くださいね。このチャンネルではロリータファッションに興味のある方に向けた分かりやすい解説動画を更新しています。この動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録、高評価をお忘れなく。以上、カラスマアリスがお伝えいたしました。